はい、どうもカッパ園長です。じゃあこの動画では水際対策対中国、なんかこの連日お届けしてますけども、この岸田総理がなんか中国からの水際対策厳格化を表明したっていう話ですかね。去年のこのなんかほら、検査してみたいな、隔離してみたいな、あれをもうちょっとこの強化するっていうんですけども、強化しないよりはした方がいいけど、なんか禁止してもらいたいんですね。完全に止めてもらいたいんだけどね、やんねえよりはいいんだろうけど、決して十分じゃないですよね。中国から入国時のこの検査を厳格化する、だから入国はさせちゃうんですよね。いや、もう止めましょうよ。いや、どうだっけ、モロッコじゃないや、モロッコだったっけ、完全にこの入国止めてるところちゃんとあるんで、なんかドイツはもうノーガードで受け入れるみたいなこと言ってたらしいですけど、そういうところは見習わなくていいんでね。で、陰性証明提出義務付け、こんなもんいくらでもインチキできるじゃん。で、中国政府が新型コロナウイルス対策を抜本的に緩和する8日から水際対策を厳格化すると発表したと。香港、マカオを除く中国からの直行便の入国者を対象に出国前72時間以内の陰性証明の提出を義務付けると。直行便の到着の空港が、成田、羽田、中部、関西、4空港に限定していて、入国時は精度の高い抗原定量検査を実施していると。感染状況を見極めて4空港以外の空港でも定量検査を拡大する方針。てか、だから受け入れなきゃいいじゃんね。で、このね、なんか決して十分ではない、こんなあれだなんですけども、中国政府はね、もうなんかね、ブチ切れるんですよ。なんでお前らが切れてんだよな。今後日本への旅行を全面禁止にするぞって言ってるんですけど、してくれていいんだけど、いや全然いいっすよね。何にも問題ないです。まあこれ、やばいよやばいよっていうテイストの記事で、どこが書いてるのかなと思ったら、毎日新聞ですからね。中国が日本のこの岸田政権の対中国水際対策強化に猛反発。ね、もうずっと反発してますけど、もう猛反発。でもこれ、聞いてる聞いてるっていう感じじゃないな。ね、貿易は科学的であるべきだって言ってるんですけど、科学的だよ。全然科学的だよ。で、新型コロナウイルスの感染拡大が続く中国本土からの入国者に対して、日本政府が8日からの入国時の検査を強化することについて、中国外務省の毛報道副報道局長は4日の定例記者会見で、各国の防疫措置は科学的であるべきだと改めて反発したと。科学的根拠ね、一切なんかごまかしたりとかさ、ね、書き換えて改ざんしたりとか、なんか適当なことやってるのはお前らだろう。お前ら以外の他の世界中のこの国地域は科学的に脳を突きつけてきたはずなんだけどな。で、またアメリカ国務省のプライス報道官らが中国の感染状況などの情報開示が不十分な点を指摘したことについても、中国が責任を持って国際社会と情報やデータを共有してきた。嘘つけよ。そもそもアメリカ側が貿易を政治化せず、中国政府のように生命第一の姿勢で責任ある対応をしていれば、米国内や世界の貿易状況は今日のような事態に発展しなかったのではないかという意見も多い。まあ、中国国内ではそうだろうな。まあなんかもう世界中にね、なんか差別だなんだってこの被害者面でこのブータれてるんですよね、中国はね。で、日本へはね、なんかもうあんま舐めたことしてると、ね、今後日本への旅行を全面禁止にするぞ、いいのか、ね、日本のこの観光立国、ね、頓挫することになるけどいいのか、みたいな感じで。いや、いいよいいよ、全然いいよ。やれよ。やりたきゃやれよ。全然いいと思いますけどね。むしろもう全面禁止にしてもらいたい、ね。ちょうどなんか願ったり叶ったりなんで、早くしてもらいたいですね。8日からなんか検査をなんかこう厳格にするなんていうのはむしろかったるいぐらいなんで。全然全然。ね。まあ観光事業にはそれは打撃なのかもしれないですけども、ね、それ以外のこの国民は大歓迎なんで、まあ難しいっちゃ難しいのかもしれないですけどもね。だってもう、なんか爆買いしてた頃のようなああいう感じじゃないわけじゃないですかね。だからもういやらしい言い方かもしれないですけど、言うほど中国の人だってもう日本に旅行に来たって金使わなくなってるんで、ほぼほぼね。だから別になんかそんな、ね、大挙押し寄せてほしいなんて誰も思ってないんで、
むしろさ、日本国内の例えばそうだな、団塊の世代の方がね、うん、金使ってくれるんじゃないの？なんか日本国内でね、うん、国内旅行だよ、国内旅行、国内旅行をこう充実させた方がいいと思うよ。でも何年も前から言われてたんじゃなかったっけ？なんでまたこの中国に中国旅行客がとかさ、ね、なんで同じこと繰り返すんだろうな。なんか武漢肺炎と一緒になんかその中国旅行客がなんていうのも繰り返してどうすんだよな。だから結局それじゃん。ね、この3年前ばらまかれてって。なんで同じことも繰り返そうとしてるのか意味が分かんないよね。え、全然だって日本国民にとって日本国内旅行が楽しくなった方が全然いいじゃん。うん。あとはまあ、ついでにね、ついでにというか、もうとにかくこの観光に限った話じゃなくて、この人の往来をさ、ね、うん、徳川の連中との人の往来を完全に止めてもらいたい。うん。ね、来れなくするだけじゃなくて、できればこの今日本国内にもうすでに入ってきちゃってる人たちの始末もつけてもらいたいね。うん。だから一回この全部ね、一旦このリセットじゃないけどさ、ね、うん、引き上げてもらうっていうのも、これは僕はやるべきだと思いますけどね。有効ですよ。うん。そろそろなんかな、あれですよね。うん、その成長って言ったらちょっと違うんだけど、なんか成熟か、なんだろうね、その国がでかいとか人が多いとかそういうんだけじゃなくてさ、うん、なんかそういうの、なんかそういうのがないとやっぱりこの日本側とその本当の意味でこの分かり合うっていうか、この理解し合えるっていう、そういう関係の構築は無理っすよね。うん、だから結局いつまで経っても来なくていいぞって決着ついちゃうんですよ。うん、成長かな、進化、成長かな、うん、別に上から目線で偉そうなこと言うつもりはないんですけどもね。え、すごくシンプルで簡単なことだと思うんですよ、結局ね。この中国がね、うん、世界中にこの世界に対して、ね、何を言って何をやってきてるのかっていう、そこでしょ。うん、だから約束守るとか嘘つかないとかっていうのも含まれますけども、徳川の連中はね、結局はさ、何かって言ったら多分これはそうだな、もう全てが基本ね、なんていうのかな、絞っていくとっていうか、この遡るとさ、自分が言われて嫌なこととか自分がされて嫌なことを人にしないっていうのをこう全員がやればさ、何もかもスムーズにいくと思うんですけども、結局自分さえ良ければっていうやつがね、この増えてくるとやっぱりこうギスギスしてくるし、回ってたもんも回らなくなりますよね。嫌な、なんか窮屈なっていうかさ、そういう社会になっちゃうじゃないですか。ね、一部そういうやつがいるだけで、うん、空気が悪くなるってやつですかね。うん、その辺だよね。その辺がちょっとなんか、わからない限りは多分無理なんじゃねえかなって思いますけどもね。うん、まあ、だからね、日本はとっととさ、ね、入国禁止にしてくんねえかなって思いますね。今回は以上でさりでございました。ではまたごきげんよう。